燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれガンダム、いやこれじゃないかな。愛震える、はい、いつもありがとうございます。高です。今回なんですけれども、今回ですね、実際ちょっと買ってきた今のね、まあサムネイル見てもらったら分かると思うんですけど、ちょっとね気になるワームというか、しばらくまあ発売してないとしばらく経ってると思うんですけど、まあ再入荷という形で入荷したやつが気になってたやつが入ったんで、今回買ってきましたということで、こちらになります。ドンと、はい、じゃん、はい、ワームシリーズ水陸両用モビルスーツ、ズゴックですね、 MSM07 ズロックのワームシリーズっていうのを買ってまいりました。これね、まあ最初オープニングでちょっと歌ったのはガンダムの歌なんですけど、一応ね、はい、どうも世代的にね、わからない人は全くわからないと思うんですけど、まあそんな感じで、このトライアングルキャラクターズってやつの、まあコラボ商品みたいな感じですね。それのワームシリーズってことになります。まあガンダムの、要するにこれ、まあちょっとね、詳細を言うと、まあ敵ですよ、ジオンですね。敵って言ったらちょっと語弊があるんですけど、まあガンダムの話しちゃうともう1時間2時間経っちゃうんで、まあそれは置いといて、とりあえず、そういうガンダムに登場するモビルスーツっていう、まあロボットみたいなやつがいるんですけど、それの、模したワームになっております。はい、で意外とね、こうなんかそういうのって過去にもいろいろあったと思うんですけど、意外とこれ作り込まれてるみたいで、まあ結構評判もいいみたいなんですよね。はい、まあ結構、まあその食べ物ではありませんみたいな感じで、見た目でちょっとグミみたいな感じなんですけども、今回これをねちょっとインプレしていこうと思います。もしかしたらまあ店頭でね、こう見かけられて、そのこれ何なんだろうとか、ちょっとすごく気になるなとか、まあ世代の人とかね、多分ピックアップすると思うんですけど、まあ、今回これがどんな感じなのか実際今日使ってみて、ちょっとインプレしていこうかなと思っております。まあ、ぜひね最後まで見ていただければ、このワームがどの程度のものなのか、どんな感じなのか、ちょっとね今回知っていただけるかなと思います。バスルジャパンチャンネルは各種の使い方、季節ごとのバスルこんな感じで、新商品というかちょっと気になる商品をインプレしたりとか、まあ、その他ね、実況だったりとか、その他もろもろバスル関係の動画を毎日投稿しています。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると嬉しいです。はい、では早速やっていきましょうということで、これですね。はい、MSM07 ズゴックってこう種類が3つあって、まあ種類といってもカラー違いなんですよ。まあ、シャア専用か、量産型か、このジオンカラーかっていう、まあ、緑か、まあ、グリパン系か、青系か、赤かどれかっていう感じです。で、まあ正直、まあ、これそんな人気ないだろうなと思って、正直ぶっちゃけると、なんで、まあ、店頭行けば、まあ、すぐ手に入るかなと思ったら、行ってみたら用事でちょっと立ち寄って、スッと買ってきたんですけど、その時もうラス1でした。はい、なんで結構買う人いるんだなと思って、はい、びっくりでした。で、まあ、今回これをやっていこうと思うんですけど、じゃあ実際ちょっと開けてみようと思います。まず、まあ、パッケージは普通のこういうタイプですね。ちょっとゴミがこの辺溜まってるけど、トランクが汚れてますっていうコメントもねいただくんですけども、はい、まあこんな感じです。出していきましょう。5個入りですね。で900円、だいぶ高いですね結構。はい、ドン、ズゴックや。これ水陸両用型のモビルスーツってことで、まあ、陸でも、水中でも戦えるって形で、まあ、結構ね、当時って意味がわからんな、まあそのジオンの中ではね結構画期的な、モビルスーツとなっております。もう僕もこう見た目ね、正直まあガンダム知らない人からすると、まあ、ダッサーと思うんですけど、僕はめちゃめちゃ好きなんで、このモビルスーツも、はい、っていう感じです。グミみたいですよね、これ食べれそうやなっていう感じです。まあ、こんな感じで、まあ比重感というか、塩はね、もう多分ノンソルトじゃないかな、おそらく。もう全然塩っ気がない感じですね。でこうちょっと後ろが重たくてパドルになってて、手がすごい、ブルブルになってるよっていう感じです。でまあ裏とかに特に詳細は書いてないんですけど、この爪パーツがね結構高浮力で、こう浮いてくれたりとか、浮いてくれるというか、こうしっかり動いてくれるよっていうものになっておるという感じです。はい、じゃあこれを実際やっていこうと思います。まあタックルなんですけど、まあ、ベイトフィネスでいこうかな、これで。はい、 SLX BFS ですね、に、グラディエーターテクニクスの、ミディアムプラスですね。はい、これで行こうと思います。とりあえず、まあ、テキサスとかそういう系がいいかなと思うんで、まあ、ちょうどね、今、瞬敵がついてるんで、これでいけるかな、番手としては。あ、でも0、1、意外とね、ワームサイズじゃかなりちっちゃいので、1、0でギリいけるかな。ちょっとまあ外してつけてみましょうか。どっちが頭かもわからんな。なんか別にフックポイントというところもないし、まあでもこっちからかな。あ、待てよ。テールだったら、こっちが、クロー側で言うとこっちから入れるのか。え？どっち？ちょっとわかんないけど、まあこの、じゃあ足側からちょっと入れてみましょうか。なんか久々にこういう、なんて言うんだろう、こう、最近のワームって割とその使い手側の、その例えばセンターにラインが入ってるとか、まあこれ、その要するに、アングラーがね、こうセッティングしても、セッティングしやすいってものが多いんですけど、特にそういう配慮もあまりないかなっていうか、まあこんな感じで、とりあえずテキサスで行こうと思います。まあフリーテキサスかな、ちょっとペグ止めしてないんですけど、まあ、こんな感じで針もね、こうちょうどお腹部分というか、ちょうど、ね、まあ、股間の部分というか、モビルスーツのね、ズゴックの股間の部分刺さるような形にはなってると思うんですけど、はい、こんな感じですね。じゃあこれでちょっとやっていこうと思います。まあ、他にもね、ちょっといろいろやってみたいこともあるので、まあ、このまま持っていこうと思います。
はい、じゃあやっていこうと思います。まずカバンだけ持って行っておきましょうか。時間がないんで、もうインプレだけ取ったら帰ろうと思うので、おっと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 、はい、じゃあやっていこうと思います。とりあえず、まあいつものインプレ取るときに来るとこ来てますけど、はい、こんな感じでございます。じゃあとりあえずやってみようかなと思います。とりあえずなんか本当見た目グミみたいなんですけど、これでセッティングが合ってるのかもちょっと分かんないですけど、まあちょっと投げてみようと思います。とりあえず近距離で、おお、おお、めちゃくちゃいいんじゃないですかこれ。わ、すげえ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 。手がね、あのやっぱりあのそのネットでちょっと、ネットというかウェブ上で調べた時に、手のパーツというかこのズゴックのね、この手のまあ3もついてるんですよ、こういう感じのクローみたいなのが。そのクローがフォール中にブルブルブルと震えながら落ちてくれます。で、着底してからはズルズルという感じですね。なんで比較的やっぱ塩が入ってないので浮いてはきますね。なんでこうフリーリグとか、まあ、今テキサスも、フリーテキサスしてるので、もう同じようなまあ現象にはなると思うんですけど、まあ、こういう感じの使い方するの非常にいいんじゃないかなと思います。でもちろんね、こう今使っててただ巻きしても割といい感じに、ちょっと今風強いんでちょっと見にくいかもしれないですけど、手がねプルプルプルみたいな感じでしっかり泳いでくれますね。すごっ。やっぱり、まあ、ちょっと前に出したあの小池フルキャストとか、まあ、あれはもっと浮力帯エラストマーなんでちょっと違いますけど、ワーム素材としてその要するに浮力が高いので、シンカーが先にしっかり落ちてくれて、その後の追従してこのズゴックがこういう感じのなんていうんですか、こうグリコみたいな形で落ちていってくれるんで、でボトムで弾いてもちょっと浮力が高くてふわんと落ちるかなっていう感じですね。ちょっと見えにくいかもしれんけど、見えるかな。ちょっとね、水中のね、あのカメラの機材壊れちゃって、ちょっと水中が撮れないんですけど、あブルブルというよりは足部分に針がついてるので、この足部分がキックになるんですよね。水の抵抗を受けるので、例えばズルビーたりとかこうアクションピュンピュンとかやってあげると、クックッてこう引いてきてくれるんですよね。なので移動距離はしっかり抑えれるかなと思います。でフェイクしながらこう一点でズル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 するのも非常にやりやすいかなと思います。なので結構無機質な感じの泳ぎにはなってるかなと。だからなんかこう手がこうブニャンみたいな、ブワンみたいな感じにはならないんですけれども、バタバタというかバタンバタンみたいな感じの泳ぎにはなるかなと思います。なんでもう謎の物体ではありますね。まあ、動きがいいのか悪いのかとやれればなんともってとこなんですけど、まあその要するにクロー系ワームって多分足したというかいろんなメーカーから出てますけど、まあそのタイプとはまた全然あの構造は違うかなと。まあいろんなリブだったりとか爪パーツとか関節部分の細さ太さとか、まあそういうので結構ねこういう系って大きく変わってくるんですけども、今使ってる感じだとそういうのは全くないかなと思います。なのでも今ね 3.5g のテキサスシンカーつけてるんですけど、もっと重たいものでストーンと、もしもテキサスで止めてあげて使ってあげるのも全然いいと思うので、うん、ボトムでねズルズルするのは非常にいいと思います。でもちろんね浮力があるので、アクションかけてシンカーチョンってついたらクンってこうこの状態で止まってるん で止まってて不安と倒れ込むみたいな、倒れ込みもしないぐらいの時もありますね。か寝ちゃう、どっちかだと思います。まあ釣れるか釣れないかで言うとどうなんだろうって感じしますけど、意外とサイズがちっちゃいんですけど、全然なんかそれを感じさせない感じの浮力って感じですね。すごいやっぱ足のズゴックの足ですね、足パーツがしっかりこう水の受けてくれるとか抵抗値が高いんで、グッグッとこうすごい巻き抵抗というか抵抗感あるなっていう感じです。ちょっとねこれ艦体の重さ測っときますね、忘れてました。お、 8g あります。なんで多分ノーシンカーとかでも投げれないことはないかなと思います。じゃあね、一応この状態で今使ってたんですけれども、今ケツ側というか足側から差し上げたのちょっと逆付けでやってみようと思います。でもちろんこのノンソルトだと思うんですよ。なのであのめちゃくちゃ張り持ちはいいですね。だから全然壊れないと思います。耐久性というのは抜群ですね。はい、こんな感じ、もうズゴックそのままです。これでじゃあちょっとやってみようと思います。ズゴックがこう頭を突っ込んで下にフォールしてるって感じですね。あ、でもこれもねいいですね。
なんて言うんだろう、ちょっとバックスライド気味になるのかな、ちょっとノーシンカーでも後でやってみようと思うんですけど、このやっぱりテールというかこの爪パーツが前にあることによって、でしかもそのノンソルトというかソルトが入ってない結構太めのパーツがついてるので、それがブルンブルンみたいな、ブルンブルンみたいな感じで泳いでくれます。もちろんズルビーたりしてもズル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 みたいな、爪をこう前にした状態で強くこのね爪パーツがブルンブルンと泳いでくれるっていう感じですね。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、着底するとそこからシンカーねついてからブルンブルンと上にこう跳ね上がって、でフォールでこう先端気味で落ちていくみたいな、ちょっとねシミフォールみたいな感じになるんですよ。ふわーんとこう多分ね 手のパーツとかにこう水のを受けることによってちょっとなんかイレギュラーな感じ、後ろにこうなんていうんだろう、こう落ちてこういう感じの軌道の描き方をするんで、重心というかパーツがやっぱりちょっとあるので、その分の抵抗値がそれと入ってないことによって生まれてるかなっていう感じですね。で今このまあフリーリグみたいな、フリーテキサスで言っても着底してから、進化が着底後はそのズゴックがね水平になってフォールしてくれるっていう感じです。ズル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 やっても全然良さそうですね。ほーなるほどね、なんかコーラ味みたいな色ですけど、ただ巻きするとさすがに姿勢が崩れちゃいますね。でもね手パーツがこうブルブルブルってこう泳ぎながら泳いできてくれるかなと思います。じゃあちょっと脳進化をねやってみようかなと思います。はい、じゃあねこれ、ズゴックを今頭ですね、頭側にして、進化を抜いた状態という感じでオフセットフックですね、でちょっとやってみようと思います。さあフォールがねまずするかって話ですね。おーもうずっとこの状態すげースローフォールこういうバンジージャンプみたいな感じになってますね。すごいな。でもちろん今ちょっとラインが沈んでないんであれですけど、スラッグを動かすとこうこういうなんていうんだろう、体がねこう立ち上がるみたいな、寝てたのが立ち上がるみたいな感じの動き方になるかなと思います。意外となんかバックスライドするかなと思ったけど、そういうわけでもないですね。あでもちょっとバックスライドするかな、いやでも下にやっぱ落ちてますね。あいや若干ですけど、ちょっとバックスライドします。これネイル入れたらいいんじゃないですかね。まあ、その前にちょっとね逆でつけてみましょう。今の脳進化というか、ズゴックの、ね、頭側からつけてフォールさせると、水平のままフォールしてくれます。でボトムで弾いた時はこれがねこうビューっていって、じゃあこういう風に押していって、こういう感じの動き方になるっていう感じですね。なるほど。じゃあ次はですね、こちらズゴックを足側ですね、足側に脳シンカーでオフセットでつけるパターンでいってみましょう。はい、こんな感じですね。でこれでちょっとやってみましょうか。まあ、多分フォールは変わらないと思うんですけど、あフォールはまあ変わらないですね。このままこう頭というか水平でフォールするって感じですね。あこっちの方がいいですね。こっちの方がフォールしてふーっとこう落ちてくれて、で着底してからこう竿をこうポンって煽ってあげると、さっきまああのテキサスの時にも言ったんですけど、やっぱ足パーツにこうなんていうんですかね、こうキックするみたいな感じなんで、移動距離を抑えた状態でグッと、でテールパーツというかその頭の爪ですね、爪パーツがグッとこう動いてくれるみたいな感じです。ちょっと見えないと思いますけど、着底させてから移動距離を抑えて脳シンカーで使うとかなると全然ありかなと思います。なのでこれでもう投げてもらって、フォール、このフォールさせておいて、小さくね手が多分動いてると思うんですよ。で着底をさせてから、まあ、ラインがちょっとちゃんと沈んだ状態で待たないといけないですけど、でここからクンってやるとキックして移動距離めっちゃ抑えてブルッブルッみたいな感じの動きをします。もちろん首振りはしないので、ただただこうまっすぐグッグッって、まあ、水をね結構これ押してくれると思うんですよね、この状態だと。まあでも 8g なんで、今ベイトフィネスタックルで言ってもしっかりキャストもね非常にしやすいので、まあ、これはこれでありかなと思います。じゃあちょっとさっきちょっと気になったバックスライドセッティングをやってみましょうか。まあこの状態だとちょっと爪がね後ろになってるんで、もう一回元に戻そうと思います。はい、じゃあこの状態でネイルシンカーをこの感じですね、
どうする足側ですね、足側というか頭側からフックを刺してあげて、これにちょっとケツ側というか足にネイルシンカーを打つ形をちょっとやってみようと思います。はい、ちょっとこれぐらいのもうちっちゃいシンカーをケツの足側ですね、足の裏ですね、足の裏のセンターぐらいにちょっとぶち込んであげましょう。でもちろんノンソルなんでしっかり固定してくれるし、まあ、痛みも少ないかなと思います。でちょうどね今思ったんですけど、この足の股の部分にちょうどいい感じ針が隠れるんで、これはフックポイント隠せるのはありかなと思います。でちょっとやってみようと思います。さあ動きがどうなるか。ああ真下に落ちますね。ダメだわ、まあ、水の抵抗がこう受けられてないんですよね。なるほど、やっぱこれはバックサイドバームとしてはちょっと微妙ですね。正直ちょっと刺すとこ変えてみるか。ちょうどズゴックのお尻ぐらいに、お尻ケツぐらいに刺してみるとどうなるか。はい、ここっすね。もうちょうど針の下のケツのところにちょっと刺してみて、そうすると水平に落ちるか、もしくはバックサイドするかもしれないんで。あ、これはいいかもしれん。ちょっとスピード遅いですけど、ゆっくりね、水平フォールでちょっとスライドし気味にファッファッファッファみたいな、多分揺れるんでしょうね両方で。ちょっと揺れながらフォールしてくれます。ちょっと見えにくいと思いますけど、まあ入射角にもよりますねやっぱり。まあふわんとこう落としてあげるとこんな感じ、ふわーっと落ちてくれますね。もちろんズル引きも全然いい感じで、で手がこう動いてくれるんで、高速ツイッチとかしてもまあ面白そうな。あーでもやっぱしっかりねこう水を押してくれてるんで、そういう感じではありかなと思いますね。これはちょっとハイシーズンに使っていきたいですね。ちょっとネタ的な要素も含めてですけど、いいですね。腹側というかちょっと後ろ重心に入れてあげるとちょっとこうなりながら落ちていってくれるかなっていう感じですね。この状態でじゃあちょっと針逆にしてみましょうか。その変わらないと思うけど一応念のために。次ね、足側につけて、今ネイルの位置は変えてません。この要素お尻ですね、すごくのケツのところに刺しております。これでちょっとやってみようと思います。あ、こうなるともうただの水平フォールですね。やっぱじゃ圧巻ですけど、逆側にした方がしっかりこうちょっとスライド幅出るかなと思います。でちょっと変えてみようか。めちゃくちゃフォール遅いですね。ちょっとネイルをね今めちゃくちゃ軽いのを使ってたんで、ちょっと重めのをつけてみようかなと思います。でも 0.6 とかぐらいなんで 1g 以内なんですよね。なんでちょっとかっつり重たいのを乗せてみてどうなるかやってみようと思います。はい、じゃこれですね、このちょっと大きいやつ、かなり大きいやつ、これ 3g ぐらい多分あるかな。これをじゃあとりあえずこの、まあでもさっきのねケツ側が非常に良かったんで、もうケツにこうぶっ刺してあげましょう。じゃこれねちょっと 3g をケツに刺しております。ちょっと丸見えみたいになってますけど、まあちょっとウェイト感を確かめたいんでこのままでいこうと思います。はい、じゃあいきます。あ、でもこれだけ入れても全然遅いですね。すごい、もう抵抗値というか浮力が高浮力なんで意外といい感じですね。ふわーっとこう、まあスライド幅ってとかそんなにないです。ただちょっとこうスライドするん でフォール時間をちょっともう少し早くしたいとかいう場合はこのパターンもいいかなと思います。なんで意外とやっぱ浮力かなり高いんだなっていうのが納得できましたね。なんでもし皆さんやられる場合はそれぐらいの浮力だよっていうのをね、まあ感じた上でやっていただけるのがいいかなと思います。よし、じゃあもう一個ね、最後にじゃあ一個試したいことがあって、それをやって終わりにしましょう。はい、最後はですねこちら、ジグヘッド、フットボールヘッドですね、フットボールヘッドのラバージグですね。これ何のラバージグだったかちょっと忘れたんですけど、これね、これにちょっと刺してやってみようと思います。なんか結構ジグトレーラーがいいという噂も聞くので、どうしようかな。まあ、ズゴック側の、どっち、こうの方がいいか、これでいきましょう。だいたいこれ、まあ、トレーラーとしてもねやっぱりこれだけ、もっちりしたというか塩が入ってないので、まあ、錆びることも少ないし何より持ちがいいので、はい、こんな感じ、すげえズゴックが まとわれてるわ、いい感じですね。よし、これでちょっとやっていきましょうか。はい、じゃあこれフットボールにズゴックのトレーラー、まあ、パッと見なんかトレーラー見えないですけどね、まあそれでもいい感じなんじゃないかな。ちょっとやってみます。もちろんフットボールなんでしっかりフォールは速いですね。で着底してるとズゴックがやっぱ浮力があるんで立ってます。こうやって
ジグは沈んでるけど、わあこれこれはいいんじゃないですか。すごい多分水をねめちゃくちゃ押してくれると思うんですよこれ。まあ、フォールはもちろん速いで、多分これジグヘッド単体だともう少し速いと思うんですけど、多分浮力があることによってちょっと遅くなってるかなと思います。うわーこれこれめっちゃいいな。ジグヘッドいいですね一番。やっぱりこう立つんで、立ってる時のこうバイトのこの感じだったりとかシルエットの出し加減だったりとかも非常にいいんじゃないかなと。まあ、フットボールとの相性ってところも、まあ、良さそうな感じですね。はい、こんな感じです。ちょっとすみません見えるかな。あーすごい、めちゃくちゃこう水をねブワンって叩いてくれますね。だからジグストとかもこれいいんじゃないですかね。まあ今ちょっとフットボールですけど、普通にジグストとかしてあげても非常に良さそうな感じですね。おわいい、しっかりその、しかもこのやっぱり足のパーツがついていることによって多少なりともやっぱこう水をクッて受けてくれるので移動距離も抑えることができるかなと思います。移動距離を抑えた上で水も叩いてくれるので、おおいいですね。なんかこうベチャンベチャンっていう、そのもちろんチャンク系みたいな感じのそういう生めかしく動かすというわけじゃなくて、もっと水を押したいよっていうシーンですよね。で着底時にしか立てたいよって時は非常に面白いんじゃないかなと思います。はい、では今回ねこちらね、ズゴックですね、ズゴックのワームの、インプレをしていきました。まあ、非常にね面白いというか、僕は個人的にガンダム好きなんで欲しかったら欲しかったんですよ。で、まあ、ちょっとネタ的な要素あるのかなと思ったんですけど、まあ、もちろんね、バス関係のワームとかでこうすごいこう細部にこだわられているものだったら動きとか水押しとかっていうのはまあ違うと思うんですけれども、それでいてもこういうちょっと特殊なものっていうのは多分使い方いくらでもあると思うんで、ぜひ皆さんこういう使い方いいんじゃないかなっていうのがあれば、コメントで教えていただけると嬉しいです。まあ、でも今使ってる感じだとこのジグヘッドというかラバージグですね、ラバージグがねむちゃくちゃいいですね。ラバージグのトレーラーとしてこれで塊っていうかしっかり水も押してくれると思うんで、まあ、濁った時とか、もっと強くしたいとか水を押したいというシーンでは、まあ、移動距離を抑えるとかね、そういうシーンで非常に活躍するんじゃないかなと思っております。であとは高浮力なんで着底した時のワームの倒れ込みっていうのがめちゃくちゃ遅いんで、そういう時にこうバイトあったりとかいうことも全然あると思います。まあ、そんな感じで使えるワームかなと思います。はい、個人的にインプレしたかったというワームでした。はい、では今回となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。